この荒水公園に向かっているところですけど、ちょっと休憩しましょう。野菜だったかこう回しっぱなしで来たんですけど、今15度ですね。さすがに冷えない。あ、開けっぱなしだった。でビールを入れときます。
釣り場があるんで、まず水釣りさせてもらおうかな。ここ邪魔かな。開いてなさそう。近くは取られてますね。平日なのにすごいな。前回と同じ場所だろうか。前回よりも混んでる。前回よりも混んでますが、今日平日ですよ。平日ここはビルが刺さらない。残念ながらペグが刺さらない。
水汲みに行きましょう。水こんにちは。シリカ水ですよ。天然のシリカ水。飲む美容液って言われてます。あ、冷たい。冷てぇ。さすがレース。こんなもんですね。
プ地も森尾キャンプ地もいろいろ知ってるんですか？あんまり知らない。あんまり知らないそうなの？車中泊がメインで、キャンプってあんまりしたことなかったんですよ。あ、そうなの。はい。でもこっち初めての。あ、そうなんですね。そうです、はい、うん、で、一人なの？うん、いつも一人。いつも一人。奥さんいるの？あ、いない。いないの？うん、一人に。一人に。チャンスあるね。お願いします。いやいや、冗談の、おばさんの冗談こんな若いのに。いや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 、そういうこと言うで失礼で。いやいやいや、冗談。ありがとうございます。ありがとう、また。はい。なんて答えるのが正解だったんだろう。どうだ。お、できた。ちょうどいいんじゃないの。台湾の素敵な女性に声をかけられ、ご満悦な天気の頃、いかがお過ごしでしょうか。お、ちょうどいいよ。ひっくり返そうか。うなぎです。うなぎのかば焼き、もう焼いてあるんだね。ご飯を蒸らしてる間にうなぎを入れて蒸らしましょう。で、蒸れるのかどうかわからない。うわ、完璧じゃない。完璧。あ、柔らかい。蒸らす。逆さにしていこう。
しまつかない。めちゃくちゃやん。三種類トイレに来たついでにちょっと売店寄ってきます。木曽駒冷水公園の売店、むちゃくちゃ広い。向こうの奥が、トイレになってるんですけどね。で、天井が広い。天井が広いって何や。天井が高い。これが無料ですよ。で、売店自体は無人です。で、ここで自分で買ったものを、現金精算と、あとペイペイクレジットか、クレジット専用のレジ、こちらで精算するっていう形ですね。
の時刻は6時41分です。はい、どうもチームシーク中村です。今日たまたま隣で、キャンプをされてた方が SNS でつながってたということで、ちょっとびっくりして話し込んでました。自己紹介お願いします。どうも、あんまり出たことない。広告のブロスです。はい、よろしくお願いします。なんか YouTube もされてるということで、まあちょっとね、はい、記録用やね、誰の記録で、はい、そちらの方のチャンネル名は、あ、つぶあんやね、つぶあん、つぶあんさんということで、X の方では甲骨のブルース、はい、そちらの方をフォローしていただいて、 YouTube の方も、まあ、つぶあんで活動されているということで、そちらの方もチャンネル登録よろしく。いや、活動はしてないんだけど。活動はしない。先行しとることですか。あ、はい、ショートを結構上げられてるということで、はい、そちらの方もね、チャンネル登録よろしくお願いします。またじゃあ旅のどっかでお会いしましたら、またお願いします。はい、よろしくお願いします。気づけてね、あの先に。 ありがとうございます。いや、あそこ山水すごい。あ、本当ですか。うん、結構すごかった、ね、あ、バスで上がるの大変やった。あ、うん、軽なんで大変かもしれないですね。いや、上がるの上がるね。はい、あ、頑張って。今から美しヶ原高原に道の駅、うん、標高2000メートル行ってきますので、はい、またそちらでも動画撮れればな。ありがとうございました。いやいや、気づけてない。ありがとうございます。ここが昨日のゲストセンターですね。ここからまだ上があるっていうことで、あ、今からお風呂。お風呂入って。また、あ、またとか会えましょうね。ね、よろしくね。また、ありがとうございます。ありがとうございます。
ルパインお風呂のある施設ですね。ちょっと高規格すぎますよね。シリカのお風呂、入浴料が500円で18歳未満は無料っていうことです。天然雪解けシリカ水、扉が閉まりする。チェンジマーク、これ下にも売ってましたね。また降った。また降ってきた。贅沢ですよ。シリカのお風呂ですよ。暑かった。500円で、何回、一日何回入ってもいいっていうことで。方が、たまたま視聴者さんだったということで、もう SNS でもつながらさせてもらってる方だったんで驚きましたね。